ドミトリー・イバノビチは、モスクワ大公国の統治者、イバン三世の最年長の孫。イバン三世の後継者に選定されたが、後に敗された。孫のドミトリーを意味するドミトリー・ブヌクの衣装で呼ばれた。イバン三世が、最初の妻マリア・ボリソブナとの間に設けた、長男イバン・マラドイと、その妻で、モルドバ公システファン三世の娘であるエレナ・ステパノブナの間の、 一人息子として生まれた。1490年に祖父の後継者だった父が死ぬと、祖父が5歳のソフィア・フォミーニチナとの間に設けた最年長の息子バシーリーとドミトリーの間で後継者問題が起きた。イヴァン3世は孫息子を可愛がっており、1495年にはノブゴロドに行く際にドミトリーを伴い、1498年2月4日には、 モスクワクレムリンの生信珠終身大制度において、イヴァン三世から対抗官であるモノマフの帽子を授けられ、対抗位継承者にして共同統治者であると公的に宣言された。共同統治者とはいえわずか14歳のドミトリーは、何の重要な政治的役割も担わなかった。そのうち、イヴァン三世は成長した次男バシーリーに信頼と期待を抱くようになり、 1499年には、バシーリーをノブゴロドとプスコフの大公に任命した。やがて1500年に、リトアニア大公国との間で戦争が起きると、バシーリーの政治的影響力は、格段に強まっていった。1502年4月11日、ドミトリーは、モスクワ境地大公の称号と大公位継承者の地位を剥奪され、これらはバシーリーが帯びる称号になった。 この性変劇の原因と詳しい経緯はよくわかっていない。ドミトリーと母親のエレナは逮捕され、ついには地下牢に押し込められた。1505年イヴァン三世が死ぬと、バシーリーが対抗意を継いだ。1505年には母エレナが極死し、4年後の1509年にはドミトリーも詳しい状況は不明だが死去した。死因は強制的流し、 または燃焼ガス中毒によるとされている。意外は歴代のモスクワ大公が眠るモスクワクレムリンの聖天使主大聖堂に葬られた。ありがとうございます。